ハピ。真冬の高町にやってきました。うわ寒い。川をどんどん遡るとおほほ雪が積もってます。おやあれ川の中に人いますね。こんにちは、何してるんですか。コードの川さらしという作業をしてます。このというのはもう昔1000年以上前からの和紙の原料。うわうわうわ冷たどうしてこんな時期にするんです。冷たい水の中で、こうやって川にさらすことで色が白くなるんです。夏場の暖かい水ですと繊維が傷みますので、やっぱり冬の時期じゃないとできないんです。寒さが感じますけど全身使っていますので意外と暖かいです。この光景は高町の冬の風物詩、写真愛好家もパシャリ。ここで作られる手すき和紙杉原紙は県指定重要無形文化財、奈良時代から播磨紙と呼ばれ広く使われていたそうです。ところで和紙ってどうやってできているかご存知ですか。これは原料の楮の木を蒸しているところ。うわすっごい湯気、カメラのレンズ真っ白。あ、はい、ありがとう。これが蒸し上がった楮。蒸すことで皮が剥きやすくなるそうで、一枚一枚職人さんたちが手で剥いでいきます。次に包丁で黒い表の皮を取り除きます。あ、だんだん中の白い皮だけが見えてきました。で、さっき藤田さんがやっていた皮さらしの工程を経て干して乾燥させます。結構手間がかかってるんですよね。こんなになるんだ。そして干した皮をソーダ灰で煮て繊維をほぐしたものがこちら。これに液状の糊を混ぜて繊維が溶け込んだ水にして、すき船と呼ばれる道具で一枚ずつすいていきます。揺らしながら水を落とすと楮の繊維がだんだんと一枚につながっていくんです。すいません、今のびしょびしょなんですけど、この後どうするんですか。今は水分がすごく多いですので、プレスしてある程度水分を取って、その後乾燥になります。出来上がった杉原紙は研究所内で販売しています。はがきや封筒、一筆箋、しおりなど、お土産にもぴったりですね。あ、これいいな。もっとたくさんのグッズを見たいなら、研究所のすぐ隣にあるでんでんへ。わあ、杉原紙の着物を着たおひなさま、かわいいな。また色とりどりの杉原紙の中から好きな模様の紙を選んで、こちらランプシェード作りもできるんです。手すき和紙作りができる体験工房では、小さな枠で紙すきをしてお好みの染料を流し込み、もみじの葉っぱを飾って、オリジナルの杉原紙が作れるんです。お出かけの思い出にいいですよ。そしてそして、研究所の川向かいには道の駅があるんです。僕も道の駅大好き。土産物コーナーには名産品である山田錦で作った高町のお酒や、お待たせいたしました、当店自慢のラスでございます。こちらの一番人気シャルマン定食、名物の播州百日鶏は身が引き締まって歯ごたえがあり肉汁たっぷり。同じく播州百日鶏の唐揚げがドーンと乗ったカレーもあります。
カレールーには播州百日鶏と淡路産玉ねぎの旨味が溶け込んで抜群の美味しさ。エンジョイ冬の高千穂、お気をつけてお越しください。